シャープレス不正、ジヒドロキシカは4酸化オスミウムにより、アルケンを酸化して1、2、ジオールを得る、化学反応において、キラルの網を共存させることで、高角活性なジオールを得る手法のことである。2ホールの構造2ホールの構造1980年に、バリーシャープレスラは4酸化オスミウムにより、アルケンを酸化する際にキニーネ、キニジンのそれぞれの誘導体である、ジヒドロキニン。 または、ジヒドルキニジンを加えると、高角活性なジオールが得られることを報告した。しかしこの反応は、糖量反応であり、高価な4酸化オスミウムやキラルなアミンを多く、使用する必要があった。シャープレスラはさらに検討を行い、1992年に、ヘキサシアの鉄酸カリウムを強酸化剤とし、キラルなアミンとして、ビスフタラジンにホール、または、 ビスフタラジン2ホールを使用することで、多くのアルケンから高い高学純度のジオールが得られる、触媒的不正オスミウム酸化の手法を確立した。4酸化オスミウムの還元体である、k 2オソ o 2 2及びヘキサシアの鉄酸、カリウム、炭酸カリウムと2ホールとの混合物が、AD ミックスアルファ、2ホールとの混合物が、AD ミックスタの名で主役として市販されており、これを、 水、ダート、ブチルアルコール溶液とした後、気質となるアルケンを添加するだけで容易にこの反応を行うことができるようになっている。末端以外のアルケンでは、メタンスルホンアミドを添加すると反応を加速する効果がある。この反応は、通常の4酸化オスミウムによる酸化と同じく2つの、ヒドロキシモとは、真の立体配置で導入される。エナンチオ選択性の予測。 地換器は立体的に小さい方から R1R4 の順へ難聴選択性は次のように予測できる。基質となるアルケンを4つの地換器を以下の規則に従って描く。この時、ニホールでは二重結合の手前側から自ド泥キシ化が起こり、ニホールでは二重結合の奥側から自ド泥キシ化が起こる。なお、この反応において N ハロゲノスル本編みだ後、 例えばナトリウムウェノクロロピー、トルエンスルホンアミダートなどを添加すると導入される、ヒドロキシ元のうち一方がチカンアミの元に置き換わる。この変法は、シャープレス不正アミのヒドロキシカと呼ばれている。ありがとうございます。